はいお疲れ様です、えー、今日は東日本大震災、まあ、復興事業で裏金1.6億円からちょっと見づらいかもしれないんですけど1.6億円大手ゼネコン幹部が過剰接待っていうまあニュースになってまあネットにも結構出てはねヤフーニュースみたいなのも出てったしいろいろ問題になってるからそのことについて話し,してみようかなと思うんですけどまず簡単な内容っていうとあの 過剰設定を受けていたと。で、高級ブランドバッグや時計代、数百万円。フィリピン旅行の旅費、30万円から50万円。1回あたり100万円の国内旅行。仙台市のキャバクラなど1回あたり、まあ数十万から100万円。まあ、なんかあれでどったらねあの、あの、キャバクラ上にも何十万、何百万の時計を買ってあげただとか。 まあいろんなことが出てましたけどあとゴルフプレー台とか、まあ、もうこれ突然かわいいやつになってくるんですけどあのー、今日はさまあもちろんこれまあ悪いことだろうしまあ悪いからニュースになるんだろうけどあのー、ね一つ俺今日話し,したいのは、まあ、まずその業界建設業界ってさ、あのー、これ 一億六千万。なんでこんな今頃になってこんなことやり始めたんかなと思うんですけど、あの、もうそんなもんじゃないでしょって逆に本当に、俺さ、もうようわかんないけど、なんで今更なのかなーって本当にふと思ったんですけど、まあ何か、まあ裏の力が働いてるじゃないですけど、多分なんか、社内的にあの、カルロス・ゴーンと同じだよね、あの、日産のさ。 なんかまあ社内的になんかそのねまあなんかだいぶ幹部の人らしいもんね名前が出てきたのがまあその人の内圧的っていうかな内部的な問題でこいつを潰すっていう意味でポコって出てきたのか外圧的っていうかねまあその外の世界の何か問題とかね何かでポコって出てきたのかなんですけどもうそんな俺も本当ん思うけどぶっちゃけあの社内の意味なんかもみんな知ると思うよ。もう今更なんか 内部告発みたいな感じで、なんか話が出てきたっていうよりも、何かまあそのターゲットがおってこいつ潰すとか、なんかそういう問題なのか、まあよく言うじゃん。ニュースとかってさ、なんか外で問題が起きると、まあ不倫とかこういうね、こういう問題が出てきて、そのニュースにならないっていうの本当に情報を隠したい問題のためにこういうのが出てくるとか、まあいろんな問題があると思うんですけど、 これだってさ、もう10年経ってるわけでしょこれ俺、いい悪いって言っておるわけじゃないよ。その、これが悪いやつだ、いいやつだって言ってるわけじゃないですけど、10年も経っておって、突然まず来たってことが問題であって、ね。で、ね俺は本当に、まあ今日一つのテーマにしたいなと思うのは、そのゼネコン建設業界の闇って、本当に本当に闇なのかどうかもわからないけど、深い。まあね、どの業界でもあると思うんですよ。裏金接待。で、まあその辺の話をちょっと今日、 しっかりちょっと話していきたいなぁと思うんですけど、まあまず一つその、まあ前も俺さ、ちょっと言ってたことあると思うけど、まぁ、あ、俺もね、14年間経営者やって、まあある程度のね、会社、そんな大きな会社じゃないですけど、まぁ、あ、その小さな会社でもないからね、中小企業のその一人やがてで町長やってるの会社じゃないから、まあいろんなゼネコンの人たちとかね、いろんな業界、建設業のいろんな職種の人たちと、まあ、話す機会とかってやっぱあるんですけど、 その復興に限らずもうそのとんでもないお金が動いとるよ本当に、うん、もう言っていいやつ言っていかないやつがまああるもんねあれですけど、うん、あの当たり前だよねまあ分からんけどな、うん、まあ一つじゃあ俺がまあそのまあなんか叩かれそうで俺みだからさ言うとさまあじゃあ花屋さんやっておくと毎月ねなんか まあ食ってっか食ってけんかわからんような月にさ10万円20万円しか売り上げないみたいな花屋さんとかさ、まあ、パン屋さんでも何でもいいやなのにまあじゃあね花屋さんとしたらまあ結婚式場からねうちの結婚式場で花うちの結婚式場の花全部扱ってくれませんかって言ったらさ月10万20万のお金が、まあ、何百万になるわけじゃないですかその結婚式場のお金あの花の仕事を取れるとなると。 でまあじゃあ俺俺はまあそこのねあの花のどこに発注するか権利持っとるよっていうやつにでその人からまあ声かけられて「お金出して」とまで上が言ってこんでもまあ俺ならまあそのゴルフの接待なんかすぐ行くと思う、うん、じゃあそれじゃあその違法でしょあの脱税でしょなんでしょって俺はまあ申告しとうからね うん、ただ、それって脱税じゃないですよ。もう国もいくらまでだったら接待交際費って認めますよって、まあ、飲みに行くだけじゃないよね、接待交際費って。2011年から2020年、31兆円、そのね、公共、まあ工事だけじゃないと思う。その復興に対する、その国の予算とか31兆円使ってるわけ。31兆円のいろんなことをやったん含めて、じゃあ税金も10兆円ぐらい集めとる。うん、そういう、まあ、数字も出てるんですけど。だけど、 それで上からさやっぱ数字が出てきてすごい単価できてじゃあ俺だったらねじゃあそのキーマンに対してじゃあまあ何でもいいや俺のね遠い親戚でもいいやあおじさんってあの今復興の仕事をやっとんですかじゃあ僕足場やってるもんでやらしく,くださいよってあちょっと旅行でも行かんすかって温泉行っていく橋来ましょうよとかまあそういうのもいろいろあってそれだって全部接待だよね。 もちろん、ね、だってそれがまあ過剰になったらまあいかんしまあねこれが本当にまあいいことじゃないことはもう確かだけど、うん、でもねもう本当にまあ最後これこ,こんなもんじゃないしあのもう一つさその面白い話まあこの裏金、ね、過剰接待の話で言うとあので俺これはまあ俺が実際に関わった話じゃないんですけどやっぱりいろんなねすごいスーパーサーっていうかスーパー建設業でね有名な人たちいろいろ聞くと。 まあじゃあ監督さんがまあみんな最初は新卒からこうやって成長していくわけじゃないですか。で、こいつ伸びるなって、じゃあこいつを可愛がって、で、その人にくっついてる建設会社ってそれはもちろんね、うまくいけるわけじゃないですか。例えばじゃあ俺の親戚とかさ、まあ俺のね、親父がゼネコンで働いとったとかだったらさ、まあ俺の、ね、親父まあなんか便利はあるわけじゃん。まあそれ,それ自体がいかんのかどうかも俺もうわからんけど、うん、ただ、そういう中でじゃあ、 新卒からだんだん成長していく中で、建設会社の社長も可愛がるわけですよ。あ、こいつ伸びそうだなって言って。で、その監督連中も、会社ですごいまあ優秀なね、まあもう一流大学出てるような子たちがみんな入ってこないでしょ。全然スーパーゼネコンとか大企業で上場企業なんだからで。そういう子たちが、どういう子が成功していくかというと、まあこれ多分建設業界だけじゃないと思うんですけど、やっぱこれがすっごい難らしいんですよ。社内的にも。 やっぱ付き合いもあるし、だって付き合いで領収書なんか会社社内接待して、上司とね、飯食いに行ったって金出んでしょ領収所が。これ本当にいいか悪いか話したいよ。でも成功してるっていう、まあ俺は実際に見てないし、俺が直接聞いたわけじゃないから。まあ、それはまあ仮説でしかない。俺も一部上場企給与で働いたことないからね。でも、そういうところで成功していくっていう子たちは、やっぱ、ね、 下請け業者とも上の業者ともね元請、ま、けっていうかまあお客さんがおるよね上場企業って言ったらまあお客さんがまた上場企業とかああいうところの建設の仕事をするわけでしょだからねいろんな付き合いをしなあかんけど会社から金が出んとでそういう時にじゃあ自分の玉がいるわけじゃない実弾がいるわけじゃないですかでそういう時にじゃあそういう建設会社とかそういうね社長連中がやっぱ可愛がってもらってそれは そのいろんな表現があると思う。こいつにくっついてったら儲かるなっていうよりもまあもう年取っとる建設会社の社長とかだとまあかわいいでかわいがっとるっていうのもあると思うの。ああこいつ出世させてあげたいなこいつ頑張ってほしいなって。であのさ建設会社の、まあ、中堅クラスの監督とかが、まあ、言う話俺はまあ直接それ聞いてないんだけどあのねここでやっぱプールかなりしといてくれと。ここの現場はもう赤字になってもいいもんでとか。 ここの現場は赤字になってもいい現場なんですよとか。で、逆にこの現場は、もうちょっと利益出すぎとるもんで、例えば、ね、俺が建設会社、俺も本当にこの仕事やってないでしょ、俺そういうことはやってないよ。やってないから、まあ、聞く話だと、じゃあこの現場でもう1000万、ね、請求余分に出しといてくれないですかって。もうここはすごい利益出とるんで、まあ、その、多分成績みたいなのあるでしょ。うちの会社も数字の成績みたいな営業があるわけよ。でそうすると、ちょっとお金プールしといてくださいって。 まあこんなこと言うと、うち員がやりやすわけどこれ見て。で、それ、まあ、プールしといて、その金額を、また何かあった時に、使ってもらうだとか、出すとか、ちょっとこの現場本当に儲からんですけど、やってくれないですかって。うん、まあ本当にもう、こんな金額ですけど、うん、まあ、あの時のやつね、まああったんで、あ,すあそこからまあ引いてもらうわけじゃないですけど、って言って、おし、じゃあ分かった。お前がそこまで言うんだったら、お前のために一肌脱いだるわ、とか、まあいろんなことがあ,あるみたい。 うん、それは俺は直接それをやっとった現場にも立ち会ったこともないし、うん、直接俺はそれを提案されたこともないから、まあ俺は知らないよ。でも、これはまあ建設業界だけ,だけじゃない。ね、まあ今 YouTube 見てる子たちが若い子たちだもんで、これから社長やりたい、うん,うんなんて自分が本当に成功してね、10人、20人、30人、これ50人、100人になっておこうと思ったら、その、あの、やるやらんは別。あなたがね。 だけど、それが現実あるよってことは、じゃあその人たちとも戦っていかなきゃいないし、もちろん。その人たちとも、あの、接待、付き合いもしていかなきゃいないわけですよ。で、その中でどう泳いでいこうかっていうのもある。で、俺はもう本当によく言うのはもう、両首出るならお金出しますよっていうのはよくある話。だって、あの、両首認められるもんね。だって紹介、の仕事。まあ、例えばこういう話もある。ね。ある人が、まあ俺は不動産所有者いっぱい持ってるけど、俺が紹介するもんで、 じゃ紹介料くれんかなって。いいっすよただ、領収書が出るもんしか出せないっすよって僕はて。紹介料はって。うん、で,で、そうやってやる人も俺はもう本当に裏金、ね、完全にね、い収書も電んやつで持ってきてくれってで。俺はもうそれ本当にやってないし、もう苦手なんですよ、本当に。でわけわからん感ってくるもんね、頭の中も。だからまあもちろん、そのね、領収書店から渡したらもう違法だよね。まあ俺は自分の給料で渡すのは構わんよ。じゃ自分の給料で渡すのは構わんでしょ。だって友達にお金かける。 上げていじじゃないじゃなんだからそれは構わなけど会社の金をもうンブガーん引っこ抜いて人にタダであげとったらもうそれはもう捕まるね完全に違法だね、うん、だけどまあ俺はまだってその金の計算も甘くなってくるもんねまあもうそもそもない給料あんまり上げてなかったしね昔だってまああんまり苦手でも民間やりたいと思って民間やって、まあ、楽しいかつまらんかって言ったら楽しいけど やっぱそういういい業界じゃなででやっぱ大変ですよね値段の下げでさらにそこの中でいいもの作ってやると明日仕事なくなるけどさ1年2年3年でポッと出てポッと潰れていくとこがいっぱいあるじゃないですかでそういうところがまあね結局でもそういやつらが仕事ビアーズ取ってっちゃったらさもう俺ら仕事があらへんもんねで俺らより10万20万下げて取り始めてさくちゃくちゃ工事やってもさ大々的に広告打ったらさやっぱそっちに流れていくじゃん名古屋でも愛知県にもありますよあのテレビ CM やってる会社とかもいろいろあるし でもね、そのめちゃくちゃなことやっておいて、まあそのうち潰れるだろうなぁと思って見ておるけど、でもお客さんってやっぱそっちに流れていっちゃう。で、その人たちが騙されてる、騙されてるなんとか、そんな話じゃなくて、いや、明日の仕事はやっぱないと俺も困るもんでさ。まあまあ、また今日もなちょっと長くなっちゃいましたけど、うん、まあ、うん、これはまあ本当に事実として、こうやって業界としてあるよって。うん、ただ、まあ俺、建設業で十何年経営者やっとった人間として一つ思うのは、うん、まあね、 そんな甘ぬるいくないよっていうのがあるよね。うん。まあ一つ。またじゃあチャンネル登録といいね。まあぜひチャンネル登録してくださいね。で、あの、いいねはもう本当にあの、絶対してください。あの、別に何もわかんない。誰がしるかわかんない。本当に俺もそういうの恥ずかしい。あの、インスタをね、最近やり始めでもね、なかなかね、あの、いいねとか押すの恥ずかしいんだよね。ぜひみんなやってください。またね。